こんにちは、松本です。今回なんですけど、タラスブルバさんのワンサイドフォーク TC シェルター、レビューしていきたいと思います。これ、結構使い込んでるんですけど、2年ぐらい使ったんですけど、ちょっと疑問だった部分が解決したんで、やっと紹介できるかなと。疑問になってた部分はどこかっていうと、ベンチレーションのとこなんですよね。ベンチレーションがちょっとこの作りでうまく機能してんのかなっていうのがちょっとあって、この間雪の撮影の時にベンチレーションがうまく機能していることが確認できたんで、レビューしていきたいと思います。それではまず設営からですね、やっていきます。じゃあ早速設営していくんですけど、まずはこちら本体ですね。前回紹介したノナ TC も TC なんですけど、こちらも TC 生地になってます。こちらがポールですね。A フレームとワンポールの2本が入ってます。タラスブルバさんの説明書なんですけど、組み立ての時の、まあ、ちょっとステップ3ぐらいからちょっと意味が分かんなくなってくるんですよ。だからまあちょっと僕なりに簡単な方法があるんで、それで設営していきたいと思います。まずテントの端のてっぺんから伸びてるロープ、これを仮止めしていきます。で、次に、端の部分ですね。テントの端の下の部分。こちらをペグダウンしていきます。で、仮止めが終わったら、早速フレーム入れていきます。タラスブルバさんのワンサイドフォーク TC シェルターは、こちらのポールが付属してきます。あと、これのアングルですね。これが付属してきます。で、これ何かっていうと、こういう風に、刺すんです。こんな感じで、もう片方のワンポールが突っ張り棒みたいな感じですね。特にピンもついてないし、まあシンプルな骨組みですね。じゃあちょっと早速本体の方に入れていきます。この A 型フレーム、まずはこっちから入れていきます。頭頂部のはめ込みが終わったら、次ここですね。このハトメ、こいつに下がこれピンになってるんで、これを刺していきます。で、反対側も同じように刺していきます。最初に仮止めした端の下の部分ですね、これを本決めしていきます。次に反対側の、トップのガイロープも仮止めしてきます。この時にテントが向きたい方向、今だったらまだこう立てるのかこう立てるのか、この時点で変えれるんで、向きたい方向に向けてペグダウンしてきます。で、最後このフレーム、ワンポールを入れていきます。ポールを入れ終わったら、この入り口を必ずチャックを閉めてください。では残りの部分ペグダウンしていきます。最後ですね、まあこの中間から1本だけ出てるこのストームロープ、こちらの方をペグダウンして設営は終了になります。やっていきます。はい、こんな感じでできました。せっかくパップテントなんで、跳ね上げの屋根もちょっと一緒に作っていきたいなと思います。跳ね上げ用のこのポールなんですけど、これは残念ながら別売りですね。なんで追加で買う必要があります。
まあ、こんな感じで鼻毛は完了です。これかなり広いんですよね。まずこの A 型フレームがあることによって、このデッドスペース、ここのこれが解消されるのがすごくありがたいなって感じましたね。実はコットを横じゃなくて縦に入れることができるんですよ。こんな感じでコットを入れても大丈夫、縦にコットができるのがいいです。こっち側広く使えるんで、この辺はだいぶおすすめです。でここなんですけど、なんで僕このテント買ったかっていうと、 TC 生地でまあ焚き火とかキノコに強い、穴が開きにくい、燃えにくい難燃素材となってます。それ辺が気に入って買ったんですけど、ちょっと嬉しいおまけがついてきて、それがこれ入り口が両サイドにもあって、ここから冬場薪ストーブの煙突を出すことができるんですよ。それがめちゃくちゃ気に入ってますね。でまあ夏場は煙突使わないんで、薪ストーブ使わないんで、開放して涼しく使ってもいいし、風が強い時は横から入ってきても入り口として使える。で、これダブルジッパーになってますんで、上からも下からも開いたり閉めたりすることができます。煙突だけ出したい時は上から。出入りしたい時は下からジッパーを開けてあげると。こういう使い方になってます。で、こちらですね。これがベンチレーションなんですね、これ。これメッシュになってて、ちょっと外側から見てみましょうか。ベンチレーションの、これ柱ですね。これが、こう立ててあげると、ベンチレーションオープンと。で、必要ない時は、これでマジックテープで止まっちゃうと。こういう感じのベンチレーションになってます。これなんですよ、疑問だったところって。このベンチレーション、上から下にこう空気を放出するタイプのものなんで、中の熱が満タンになって溢れないと外に出ていかないシステムなんですね。で、本当にこれ換気できるのかっていうところがすごく疑問だったんですけど、なんかの動画かな、中の熱気がマイナス17度の空気によってこの辺凍ってるのが確認できましたんで、ちゃんとベンチレーションは機能してるということで、最後の実測データが取れたということでレビューしてます。これかなり優秀なベンチレーションでした。先ほど言った、横からの入り口が、まあ、このマジックテープを取ってもらって、上げてもらうとここからも出入りすることができるという感じですね。まあ邪魔だなっていう時はこうやって丸めてあげて、フック、こいつをこちらに止めてあげると。風が吹いても邪魔にならないと。で、両サイドも同じです。まあ、こちらにも当然、ベンチレーションついてます。で、あと、中ですね。このフック。これが3つついてます。ランタンとか、温度計とか、ロープとかを渡して、まあ、タオルとかかけたりすることもできます。冬場も夏場も使えるテントなんですけど、ちょっと嬉しいのがスカート付きなんですね、これ。こんな感じでスカートが付いてるんで、風の強い時なんかは、まあこの辺ペグダウンしてあげて、ピシッとスカートを張らせてあげて、そしたら風の侵入が少ないと。これもかなり気に入ったポイントの一つですね。冬場はこのスカートの上に雪を乗っけて、まあ気密性を上げると。そういう使い方もできるかと思います。このテントの最後のおすすめポイントなんですけど、それを今からちょっともう一回設営してきます。こんな感じで奥のですね、跳ね上げも上げてあげることによって、タープみたいに使うことができるんですよ。だから暑い夏場とか、だいぶこの生地がね、TC で遮光性が高いんで、日差しを相当カットしてくれるんで、紫外線対策もできると思います。この下で、まあ、友達と仲間とかとバーベキューだったり、そういうのを楽しめるかなっていう感じですね。こういう使い方も、このテントはあります。まあ、こんな感じで奥の、ポール、中間ポール取ってあげて、ちょっと低くしてあげて、他の人からの目隠し、みたいな感じでも使えます。
タラスブルバのワンサイドフォーク TC シェルターいかがだったでしょうか。使い方としてはまあソロ用だったりグループだったり、まあ僕は基本的にソロでこのテント使うんですけど、最初群幕買おうかなって思ったんですけど、ちょっと初心者の頃の群幕はハードルが高くて、でもやっぱパップテントちょっと欲しいなっていう一番最初のテントなんですけど、まあ買ってすごく良かったです。薪ストーブも入るし、マントスミさんのオーラサイズの薪ストーブが収納可能です。まああとはタープ化して、友達が来た時にはその下でバーベキューできたりとか、そういう感じでも使えますんで、よかったら概要欄に貼っときますんで見てみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。それではまた次回。